岩井志麻子さん、5歳女児虐待死の船戸優太容疑者は、男社会の中で再火葬、2018年6月7日18時6分、スポーツ報知作家、岩井志麻子さん、53、が、7日放送の東京 MX、5時に夢中、月散るが金曜、午後時、に生出演し、今年3月に東京、目黒区の船戸ゆめちゃん、子、が虐待死したことに憤慨した。ゆめちゃんは義理の父親、船戸優太容疑者、33、イコール無職イコールから日常的な虐待を受けていた。言うことを聞かないと冷水のシャワーをかけ、複数回殴られたり、毎朝4時頃に起床し、ひらがなの練習をさせられていたという。岩井さんは、5歳の子供なんて遊ぶのが仕事というか、5歳に向かって遊ぶなってなんだそりゃ。おめえこそ働けよこらって感じです。と怒りをぶちまけ、もちろん母親も腹立つけど、母親の気持ちもわからなくもない。子供連れててお金なくて寂しかったら、こんなクソみたいな男でも頼りたくなっちゃう。クズ男でもね、と続けた。さらに、このクズ男は、男ヒエラルキー、身分制度、の中で最下層。地位とか学歴とかじゃなくて、男として自信があれば弱い人をいじめるとかしない。こいつは男社会の中で自分が底辺だということをわかっているから、俺強いんだぞ。みたいに弱い子供とか弱い女の前で威張り散らしている、と優太容疑者を分析。本当に強い男の前にはいけない、こういうのは続くな。弱い人って弱い人の肩に行くんだな、と最後まで収まらなかった。